はい、皆さんこんにちは。りなです。たかです。エッティブログです。今日は私の町にある寿司屋さんに行きたいと思います。マークトシュバーベンに寿司屋さんがあります。私は初めてそこに行きます。3年前にはなかったお店なんだね。なかった。じゃあ最近できた日本食レストラン寿司屋さんです。マークトシュバーベンっていうのはミュンヘンから田舎の方向に30分ぐらい電車で行ったところなんですが、そんなところにももう日本食食べれるようになってます。寿司屋さんあります。ただ日本人オーナーではなくてベトナム人オーナーの寿司も出しているベトナム料理屋です。私の両親によるとまあまあ美味しいよという感じで、ということで今日は両親も一緒に日本食の寿司を食べに行きたいと思います。両親の感想も聞いていきたいと思います。そうだね、一番聞きたいのがタカの感想だよ。確かに両親は美味しいって言うかもしれないけど、うん、俺の感覚からしたらいやこれは全然食べれるものじゃないっていう、そうだよ、なるかもしれないからね。そうだよ。はい、行きましょう。ドイツ人の夫婦は年を取っても仲良しだね。そうだよ、俺とレナみたいだね。そうだよ、私たちも60歳とかになったらラブラブだよ。一緒だよ、それは目標です。皆さん見えますでしょうか、あの真ん中に教会が建っております。マークトシュバーベンの町の中心にある教会です。はい、ちょうどさっきの教会のところまで歩いてきました。左にそれたところにその日本食の寿司レストランがあります。見てください、ここの向こうに見える景色めっちゃ綺麗じゃないですか。お、着きました。ここですか。ここです。ハロー。ハロー。Ist es okay, wenn wir ein bisschen filmen? Wir kein passen Problem, auf das alles Nummer. Gut. Okay, danke schön. Danke schön. Was ihr wollt. Alles gut.とりあえず全部ドイツ語だから理解できないわ。まあ、何を飲みたいか。あ、ちょっとビア。じゃあバイスビア。OK、バイスビア。ちなみに日本食は何がある？ここに刺身があって、丼。おお。で、ああ、マンゴーロールとか。これなんか揚げたやつだと思うよ。揚げた寿司？揚げた寿司。クリエイティブだね。クリエイティブ。Ein Weißbier für ihn? Nein, nein. あ、selber bestellen。自分で。Was? 自分で。ああ、Ein Weißbier? Ja, Inga, bitte? Yeah, super! Super! ich nehme bitte die Rhabarberschorle. Wie lange lebst du schon in Japan? Ah. 7 Jahre.Yes. Wenn man sich will, dann geht das schon. Gell? Man muss. Also mein Bruder, der studiert, der kann 7 Sprachen. Wow. Der kann Chinesisch, Japanisch, Koreanisch, Englisch, Deutsch, Französisch und Muttersprache. Wow. 7 Sprachen. Wow. Prost. Wie sagt man Prost auf Vietnamesisch? Yo.Yo! Yo! 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 Yo ist einfach. Kann man sich gut merken. Lecker. Sehr lecker. Sehr lecker. Und wir bestellen ein paar unterschiedliche Sushi. Okay. 162. Aha. 212. 212. Nigiri もあるんだね。Nigiri もある。エビ。Unagi?うなぎ？うなぎはいらない。うなぎじゃない。und dann noch ein crispy。揚げたやつ。Mm-hmm. もう一個なんか頼むか。289。ちなみにパパとママは何頼んだの？ホタテのなんかとママはエビのなんか。あ、お寿司。ちゃう、ベトナム料理だよ。ここはベトナム料理屋だよ。あ、じゃあ OK。俺らがお寿司とかいろいろ頼んでるから食べてもらおうか。ちなみにすごいね、日本食レストランに来たみたいな感じ。握りがあったり、刺身があって、刺身があったり、あで握りがあったり。でセットがある。これ寿司メニューのセット。でも寿司のセット高いよ。サーモンセット35ユーロ。私たちは注文したのが絶対にそれより高いよ。100%。あ、単品でいろいろ頼んでるから。
キッコーマンの醤油。キッコーマンね。sehr gut. すごいね。プレゼンテーション満点だね。みんな写真撮ってる。Guten Appetit. Guten Appetit. すごいね。Also? 見せ方がやばいね。日本ではなかなかない。そうだよ。盆栽みたいなのもいる。じゃあまずはこれ。もう何を注文したか全く覚えてないよ。これアボカドとサーモン。アボカドとマグロかな。美味しいですか？お母さんはね、トビコと。それなんだろうね。あ、マグロとキュウリとロールでトビコ。難しいね。私あのアボカドが入ったお寿司が大好きで。あ、わさびもある。で、ドイツ人もアボカドが入ったさあのお寿司が好きで。海外多いよね、アボカド入れてるお寿司。そう。なんで日本にないの？日本人。アボカドとマグロとかめちゃめちゃ合うのね。めちゃめちゃ合うよ。おお、これエビ天ぷら。海外には揚げ寿司もあります。でもこれは日本にもあるよ。え、エビフライの揚げたやつ？そうだよ。天ぷらに入れるやつ？そうだよ。見たことないよ。あるよ。本当かな？本当だよ。シンツ。いや、おお、来ました。お父さんとお母さんのご飯めっちゃ美味しそう。じゃあ、ライス ist auch selbst gemacht. Also Reis ist Soße von Schuster ist selbst gemacht. Kannst du mir sagen, wie das schmeckt? いただきます。 Rezept Soße machen wir ja auch selber. Wollte ich von ihm wissen, wie das schmeckt. Gut? Super. Super? Ja. 美味しい。 Sehr lecker. Sehr lecker? Ja. 本当に美味しい。うん、そう、私もそう思ってた。ご飯も日本の米って感じする。ね。うん。じゃあ、ああ、そんなになんかあれ酸っぱくないかもしれないね。あ、酢はね、そんなにちょっと薄めの酢って感じ、うん、ドイツ人の口に合わせてるってことね。でも美味しいよ、めちゃくちゃ。揚げたお寿司。これすごくない？日本では考えられなくない？だからロールして、ロールを揚げてるね。そのままロールしてそのままで揚げて、それから切る。めちゃめちゃクリエイティブじゃない、海外の人ってやっぱり。初めて見たよ。微妙。普通のお寿司の方が美味しい、うん、正直でよろしい。これは何？とびこが周りに塗ってあって、だから裏巻き。あー、裏巻きだね、本当に。そうそうそう、海苔が中に入ってるパターン。そうで、きゅうりとマグロかな。うん。すごーす。すごーすや。いただきます。あ、私今食べたやつ、ちょっとスパイシー。本当？いや、なんか意外と合うよ、スパイスをお寿司に。意外とパーンってくるけど、いや、めちゃめちゃ辛くはない、うん、あ、美味しいわ、ね、日本ではなかなかお寿司に唐辛子みたいなスパイス入れることあんまないけど。やった方がいいかも。全然美味しい。アボカドと唐辛子を寿司に入れるのがあり、揚げるのがなし。パパ、マスパスト？あ、オッケー。フライ寿司。ナイフとフォークも初めて見たかもしれない。ないパパね、箸めちゃくちゃ上手だよ。そうそう。Ist das nicht traditionell? Nein. Das ist sehr lecker. Ja, ist sehr, sehr lecker. Musste ich doch. Gott, bitte. Mit den Fingern. Ja.Yeah, Japanese people use fingers. It's too close. Good. でしょ。じゃあ、あの一番日本に近いエビの握りのレビューなんだけど。見た目はこれがめちゃくちゃ日本っぽい。そう。他だって米が多すぎない？海外っぽいじゃん、全部。米が多すぎる。本当だ。ちょっとバランスは。違う。バランスが違います。
あ、落ちた。うん、米が多い。うん、エビが普通に日本のエビと全く一緒。臭さとかは全くない。全く。米が多い、ちょっと。そうだね。ダンクシュン。タカ、willst du probieren?めっちゃ美味しそうだ ね、このめっちゃ美味しそう。どでかいのエビとかね、すごいでかいね。ちょっとママのベトナム料理をもらいましょうか。だからご飯とエビです。シェレカグミュエビでか、そう、美味しそう。じゃこれを食べましょうか。めちゃめちゃいい匂いするよ、これ。ほんとだ。あ、いい匂いする。絶対ご飯に合うじゃん。うん、であと野菜たくさん入ってる。うん、 very big だね。いや、すごい。一口食べてもまだ半分以上のエビが残っててパパのやつはホタテのフライ、ね、フライド。でもさ、味付けは一緒かもよ、スープの。違うよ、うん、全然違う。ちょっとガリを食べてみましょうか。いいけど、一緒じゃない。取り方が下手だね。普通のお寿司屋さんのガリだね。日本で買ってるんじゃない？多分。相当うまいよ。こんなうまいの売ってないでしょ。多分自分でつけてると思うよ。超おいしい、うん。レナの町に住めるわ、これだったら。すごい。ね。レナはこの中で何が一番おいしかったですか？アボカドのエビ天ぷらにマグロかサーモン乗ったやつ。おいしい。これはとびこのやつがよかった。まあね、ちょっと辛かったね。そう、スパイシーなお寿司。おお、あ、エビ、おお、やたいし、やや、もしばあいがるして、ラブ、やって、やすらびま、や、だってまやきしばん、や、うん、はい、すごい、うん、うん、バナナ、め、確かにアルコール、あ、めっちゃいい匂いする。70%, 70%, 70%, 70%, 70%うん、でも全然なんか、うん、でもバナナが甘いから、うん、そうそう、私たちは早く食べないとなくなるよ。なくなるよ。いくらだと思いますか？70ユーロぐらい。80ユーロぐらい。90ユーロぐらい。パスチップ100ユーロ。ああ、じゃあ1万3,000-4,000円ぐらい。まあ4人で食べてるからね、それぐらいしますよ。はい、ダンクシェーン。チューさよなら。はい、お腹いっぱい食べました。はい、お美味しかったね。いや、めちゃくちゃ美味しかったね。レナの町にもこんな美味しい日本食が食べれるとは思ってもいませんでした。レナ、ママダウンカンバヤスピーナスンダンゴーニアファスト。ヴィア出発だけマヘン。Nein, nur klein. Ganz klein. Mama war Sampo Kadais Kira Kalame. Da einfach am Weiher vorbei. Na, wie immer, Nanzi ist da? Immer war 7:45. 7:45. はい、ということでレナのお家の近くまで帰ってきました。この動画はここで終わりにします。楽しかったならいいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画でも会いましょうね。バイバーイ。